はい、こんばんは。え議、院議員の音久俊と、長男です。えー、今日もよろしくお願いします。バ動かしたゃダメよ。 はい、えー、今日はですねあの子育てクーポンのお話をちょっとさせていただきたいと思いますまだね、えー、今あの政府がですね子育て支援策としてまあ公明党からの申し入れでまあ十万,万円分のえー、子育てクーポン、まあ出産準備金としてまああの十万円をえー、クーポンで支給するということがですねにわかに昨日あたりからえー、報道で流れ始めました、でこれ詳細な制度設計がわからないのでえー、まだ何とも言い方が評価できないところもえー、あるんですけども、まあかなりですね SNS 上ではですねまたばらまきかとそんな一時しの のねあの砂漠に水まくようなお金で子供の生まれるわけないだろう少子化対策になるわけないだろうとか言われてああちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいこっちおいでよいし、はい、とかですね、えー、まああのそういったもう配るなら現金でもっと大胆に配るべきだとかですね、まあ、いろんなご意見があるわけでございますけども。 で、そんな中ですね。まあ私は、まあ結構その、子育てクーポンそのものにはですね、それほど否定的な、えー、コメントをしなかったので、えー、松本光宏区議会議員、杉並区の、ね、維新の区議ですけども、あの SNS 上が、あの、ボロクソにこれを、あの、子育てクーポン叩く中で、おときたさんのコメントが、えー、肯定的なんで、債用払ってるみたいなこと言われたんですけども、私、ね、この子育てクーポン、まあいわゆるバウチャーですよね。私たちも、えー、子育てバウチャーとか、出産育児バウチャーという形で提案してきた、えー、この消費者側に、 このクーポン、バウチャーという形で特定の目的に使える形で配ってですね、あの事業者とか、箱物とかに税金を投入するんじゃなくて、最終消費者の方にお金を配る、この使えるものを配るという、この発想自体は、私はね、これはあの一つ望ましい形だというふうに思います。でまさにこれ、提案していうのはあの、ミリトン・フリードマンという方が、教育バウチャーという形で、教育のね、あの公教育のその事業者側にお金ボン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 ぶち込むんだったら、まあ、バウチャーという形で消費者の方にですね、お金をあげなさいと、まあ、いうことを提唱してですね、 そう市場原理が働いて、あのそのクーポン券を使ってもらうために、ですね事業者側も切磋琢磨の努力をするようになりますよということを提案したのがあのミリトン・あミトンフリートマンダさんだった、ああ、ムチムチですね、この人ね、ミリトン・フリードサマはさんがそういうことを提唱したわけであります。なので、このバウチャーという考え方自体、クーポン、考え方自体は私はそれほどです、ね、目くじらを立てて否定するものではないというふうに思います。 えただですね、えー、大事なのはこっからの制、まあ、度設計でありまして、で、これワンショットでやるとかですね、まあ継続をしないでえやったらですね、これ事務コストがめちゃくちゃ高くなるっていうことは、これもう間違いないわけですよ。<laughs> なんで君はそこにいるのかね。えー、もう事務コストが高くなってしまったりですね、あと、我りは紙で配ってですね、まあそれでい、ああ、だね、あの、印刷費用がかかるようにしてしまうとかですね、それはやっぱりこう、えー、ダメな制度設計に <laughs> えなってしまうという中でありますので、<laughs> なんてな喋ろうとしたんだっけで、ね、あこの、 あの子育てクーポン、バウチャー、まずですね、えー、その 高級化するかどうか、ワンショットでやるんじゃなくて、高級化するかどうかということも一つのポイントですし、で、さらに、あの、もっと大事なのは、もう大目標の中に位置づけるということなんですよね。で、私とはですね、あと吉村博文共同代表、大阪府知事も、まずは出産費用を無償化するということを、例えば大目標、大政策目標として掲げて、そのね、あの、かかる出産でかかるこの差額分は、まあ、全部この子育てクーポンで、え、<laughs> 面倒見ますよと、と、まあ、いうようなことをやるんであればですね、これ政策目標としても、え、この、そこに向かって金額ややり方が固定されていくわけですから、 まあまあね、はい、喉乾いたね。はい、わかりました。もうあの固定されていくわけなので。 やり方の一つとしてあり得るというふうに思うんですね。ただ単に、でもこれが単なるコロナ対策だとか、あるいはね、少子化対策みたいな、バクタルこの目標の中に、この10万円というものが位置づけられるだけでは、結局のところあんまり意味はないんじゃないかと、まあいうところと、で、この10万円というのはやっぱ高級化していくにあたってもですね、もちろんデジ、先ほど言ったように、デジタル化をするとかですね、え、あの、自治体制度設計上ですね、あの、使える範囲どこまでにするとか、国がやるのか自治体がやるのかとかですね、まあそれとかいろいろな制度設計上あると思うんですけども、 はい。まあ、こういうところをね、しっかりね、えー、組み立てていかなければ、ならないと思っております。ちょっとなかなか、ね、あの、もう、この子供もね、大きくなるとね、昔は膝の上でおとなしくこの YouTube、それ5分10分くらい聞いててくれたんですが、もうさすがに聞いててくれなくなったんでね、はあなかなかこう、毎日更新するっても大変なんですけども、ちょっとこの、すいません、なんか途中から、 何喋ってんだか分かんなくなっちゃったので、途中この子育てクーポンの話については少し論点整理をブログ等々でもさせていただきたいと思います。ただこのまあ市場原理を使って子育て、この子育て産業を活性化させつつ、子育て世代の負担を軽減していくという方向性自体は私は悪くないと思います。ただこれをいかにですね、既得権の塊にならないかどうか、そして単なる水巻き、ばらまきで終わってですね、えだの人気取り政策で終わらないかどうかというところをしっかり注視していき、そしてこの制度設計についても、 ま、私は、あの、従来から主張している通りですね、出産は保険適用にして、えー、保険適用について3割負担ということが残って、この価格が固定化されますから、この3割負担分を出産育児クーポン、バウチャーという形で、えー、出してあげればですね、出産が実質無償化になるし、えー、これは少子化対策に寄与して、 で、これは明確な制度ですからね。もう、来年出なくなるとか、いくらもらえるか分からないというわけじゃなくて、もう出産無償化。この差額分は必ずクーポンでもらえると。こういう制度の安定性みたいなものにも繋がってくると思いますので、こういう出し方でね、子育てクーポンというのを使っていただいて、産子育て産業を活性化させていくと。まあ、いうことが望ましいと思っております。あとですね、その現金で配れというところについての、まあ、あの、現金はもちろん現金で配るのも一てだと思うんですけども、この問題点は、やっぱりこの貯蓄に回ってしまうとかですね、全く関係ないことに使われてしまうとか、こういう点では、 はですね、教育バウチャんもそうなんですけども、必ず子供のため、子供の教育のために使われる、あるいは子供の子育て、育児のために使われるという、こう縛りかけるっていうのは、まあ、ちょっと政策的なアプローチとしては、やっぱ一個有用なやり方なんですよね。で、あの、やっぱ子供の人に生まれると、1000万円ボーンって現金配ってあげたらいいじゃないかとか、ひろゆきさんとかもそういう政策っていうのはされてるんですけども、まあ、これちょっと考えたらやっぱ悪用されますよね。じゃあこのボーンって作って、じゃあ1000万パーンってもらって、その瞬間に離婚するとか、あるいはもう、 ど,どっかね、こう、悪いこと考えてた方がどっか行っちゃうとか、雲くも隠れしてしまうとか、やっぱこうね、制度を悪用されずに安定的に運用するという視点も必要だと思いますので、そうするとこのね、バウチャー、あの、クーポンっていう仕組みは、 なのでまあもちろん悪用は完全に伏せげないにしてもね、やっぱ一つの政策論としてあり得るんじゃないかなというふうに思います。えー、ということでまあ、あのルールをお話してまいりましたけども、まあ来週予算委員会が始まります。で、衆議院の方ではえ4人に、日本社会から立ちますし、3の方でも私と他2名、3名が立つことになります。私の出番は木曜日の予定ですので、ここでもこの、 この子育て支援、ああ、子育てクーポン含めですね、子育て支援政策について、しっかりと提言してまいりたいと思いますので、よろしくご視聴ご目指すと、チャンネル登録や、いいね、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら、おやすみなさい。はい、みこちゃん押していいよ。ピコって、ピッて。はい、どうぞ。はい、押したかったのね。はい、どうぞ。はい、バイバーイ。